万人、山本周五郎。貝殻を焼いて石灰を作る工場が中堀から荒れ地へ出外れたところにあった。建物は百坪ばかりの高い二階建てでもうすっかり古び、はめ板はみんなひどく犬い,い割れているし、外側から二階へ通ずる旦那市の足場も危なかしく朽ちていた。そして屋根から下どこもかしこも白い板で奇声で塗りつぶしたように灰まみれで、 高いところにある小窓やそこここの隙間からは、絶えず濃霧のような灰煙が溢れ出で,で、それが建物を中心に立ち回っているところは、まるで凄まじい吹雪の中に取り残された灰屋のように見える。工場の前は荒れ地へ続く道を隔てて川になっている、包みから埋め立てが突き出ていて貝殻の山が類別に積まれてある、その端の方に石炭の山があり、 また荒牧や松の枯れ枝といった燃料が暴風壁のように積み重ねてある。これらが全て灰まみれだ。そればかりではない建物のほとんど一丁四方ほどは、道も雑草もみんな視界にまみれ、それが日光の下でひどく匂っている、危険酸を口気にしませたようにむせっぽい水匂いだ。近くへ寄ってみるとごく微小な切り粒のようなものがチリチリと舞いながら落ちてくるのが見える。 工場の中では7人の労働者が働いている。彼らは裸である、わずかに一部を三角巾で隠しているだけだ。それから頭髪を反りつけている。まるでシュートのようにクリクリ坊主に吸っている、日に焼けた尺道色のたくましい体はすっかり肺まみれだ。眉の中まで緻密に灰が忍び込んでいるのであたかもマスクのように不気味な無表情な顔つきをしている。 肉の森登った肩の上にあるこの坊主頭は、見る者の心をぞっとさせるほど野蛮な感じであった。彼らのうち4人は男で、あとの3人は彼らの中の妻たちであった、男の1人は独身であったから。彼女たちも同じように裸である、髪も刈り込んでいる、もしもその大きく張り出した乳房や運動に連れて豊かに揺れ動く星の肉付けがなかったならば、 ほとんど男たちと見分けつかぬ様子である。秩父を覆っている三角筋も決して男のものより広くはなかった。トルコの風呂の中へ入ったような、濃密な肺炎のいっぱい立てこめている建物の内部で、この肺まみれの万人たちは鈍重に黙々と動き回っている、高い天章から吊り下げられた伝統が肺の噴霧の揺れる度にぼんやりと明暗を作る。 かがんだ背中だの振り上げた腕の筋肉の隆起が揺れ返る霧の中に見えたり隠れたりする。みんな黙っている。誰も彼も石のように黙っている。懲役人のようにむっつりとして重苦しくコンロの滝口を覗いたり、くず灰をかき出したりしている。絶対に沈黙の労働なのだ。口を聞けば遠慮もなく灰くずが飛び込んでくるから。こんな環境にあっては人たちの感情が黙視ひしがれ歪められるのは避けがたいことだ。 彼らの感覚は内部へ内部へと追い込まれる。それでなくてさえ肉体のあらゆる表面が肺に覆われているので目くばせせをすることさえできない。意志を伝えるには大きなひどく鈍い鈍りをするより他にはないのだ。そこでますます彼らの感情は暗くなりねじ曲げられてしまう。通りかかった誰かがそちらを見ると、彼らは石構造のような硬い仮面を振り向けてわずかにその濁った目を動かす。 なんという気味悪い顔であろう、説明しようのない罪悪の匂いが見るものを強く打つ、今にも骨張った拳を上げて飛びかかってきそうな野獣のような感じなのだ。男たちの中に実際一人の懲役人がいた、彼は四十余りの痩せた骨太の体つきで鈍く光る細い目を持ち、その背骨は醜く前へんでいた。彼の心情は他の男たちと同様にまるで知られていなかったが、 殺人罪で20年近くもどこかの刑務所にいたとかいうことである。この工場へやってきたのは1年ほど前のことで、無論身分を隠して雇われたのだが、何かの事件で23度そこに刑事がやってきたことから懲役人であることが分かったのだ。彼は黙々として働いた。食事休みで仲間が貸しへ出る時にも、 仕事をしまった後の雑談にも彼は決してみんなと一緒にならなかった。いつも一人で工場裏の足の生えた沼地のへりに立っているか、または工場主の経営者の前に鏡込んで鶏の動作をつくねんと見守っているらしかった。彼は奇妙に生物を愛した。もっともそれには一つの癖があって、釣ってきた魚を沼地へ仕切りを作って生かしておくとか、よし切りを捉えて手製の籠の中で飼うとかするのである。 猫とか犬とかいう鼻近いの者には目もくれないのだ。そして最も彼が愛していたのは傾斜の中にいる痩せた老径で、小さな虫類や食い残りの飯粒などを持ってはよくその老径のところへ出かけていった。ここここここほらよ、ここここほらよ。彼は虫を老径だけに与えようと苦心しながら言う。ここここほらよ、ここここ。それから傾斜の前に鏡。 両手で膝を抱えながらじっと相手の様子を見守っている。ある時工場主が、その痩せた老形を潰してみんなに振る舞いをしようとしたことがあった。すると彼は工場主のところへ行って自分がそれを買い取ろうと申し出た。どうするんだ、と工場主がいぶかしげに聞いた。あんな老いぼれを自分のものにしてどうしようというのだ。その、欲しいんです。 でも奴はすぐにくたばっちまうぜ。もう青虫を食べることもできやしないんだ。ふた月も生きちゃいないぞ。一両出しますから。彼はその老系を買い取った。そして別に自分で小さな傾斜を作ってそれを買い始めた。仲間の男たちは彼がどんな殺人を犯したか知りたがっていた。そこで誰かが時々そのことを聞いた。けれど彼は黙って肩を揺り上げ。 相手から外向きながらほとんどつぶやくような声で。そんなことを聞いて、というのである。それでどうしようと言うんだ、人を殺める程ことは、並大抵なことじゃねえ、もしもおめえが。結局何者も彼は語らなかった。女たちの中におふさというのがいた、もきちという男の妻で一番年若く、その時二十万三十四だった。 彼女は素晴らしい体を持っている。ルーベンスの各女のように広いたくましい腰で、脇腹には厚い脂肪のひだがくくれて骨盤の上へ垂れかかり、層のちぶさは少したるんでは板が強く張り出して、力のこもった揺れ方をするし、陰部の筋肉は男のように盛り登って、かがんだり歩いたりするたびに様々な隆起を作るのであった。頭は丸坊主の ナスのように滑らかで、まるで不道徳を表徴するような単純な形をしている。頬肉は高く膨れ、唇は厚くおまけに外へまくれて、唇尻はいつもぬめぬめと濡れていた。みんなは少し以前からあの痩せた男が、いつも彼女に素早い盗み師をくれているのに気づいた。彼女が肥えた体を揺すりながら立ったりかがんだりするとき彼の細い目がどこかで針の先のように光る。 彼女が石灰タワラを担ごうとして夫を探していると、すぐに彼がやってきて手伝う。そして重い荷物をかき上げるために女の体がたくましく筋肉の波を打つと、彼は唾を飲みながら慌てて目をそらせる。女が浮上場から戻ってくる。不謹慎に三角筋の具合を直しながら来る。すると立ち込めた肺炎の中で彼の瞳が獣のようにきらめき。 何かを床へ取り落とす重苦しい物音がする。はじめのうちは控えめであったが、しかしだんだん彼の様子が変わってきた。絶えず口の中で何かブツブツつぶやきながらその辺をうろつき回ったり、と、拍子もなく足踏みをしたりする。ひどく悲しげな目つきをしていたかと思うと、すぐに荒々しい態度で外へ出て行ったりするのだ。 そして彼女を眺める目つきは次第に無遠慮になり必要なものになってきた。みんなはそれを知った。時には誰かが我慢のならぬ様子で、たしなめるように見返す化石をしてみせた。すると彼は反抗するように肩を突き上げ、挑みかかるようにそこらへ唾を吐き散らすのだ。何か文句があるのかね。と彼の目つきが語る。文句があるなら言ってもらおうじゃないか。 どうせ俺は人殺しの懲役人だ、え。どうだね。みんなは黙って彼から外向いた。ある種の女たちが不健全な男や犯罪者に強く心を惹かれることは知られている。そしてお坊もまたそうした女たちの一人であったに違いない。彼女は痩せた男にしつこく見つめられたり、体の隅々まで舐めるような視線にあっても別段不快な顔をせず。 むしろ時によると身のこなしをことさら見だらがましくして相手の注意に応えるようでさえあった。食事休みで貸しへ出ている時、彼女はどこかの隅から自分を眺めている目を感じると、放しな格好に両足を投げ出し、喉をクックと鳴らせながらケラケラと笑ったり、仲間の女の肩を抱えしめながら。どこからどこまで浮気で、どこからどこまで本気か、お前と私がよく知っている。 というような歌を歌ったりした。石膏像のような仲間内で、彼女のそうした態度がみんなに気づかれぬはずはない。ことにモキチは不安な目で妻を付けまわし、一方では彼の動作を鋭い像悪で監視し始めた。真夏のことであった。馬少し前に、モキチが滝口を見ようとして今度の方へ近づくと、もうもうたる肺炎の中に誰かかがんでいるものがある。 なおも近寄ってみるとそれはあの男で、床の上へ抱擁にして何かをじっと見めている。モキチが覗き込むようにするとその気配に気づいて彼は振り返ったが、慌てて何かを隠そうとするように両肘を曲げた。しかしモキチはそれより早く、床の灰を染めている23滴の赤いものの跡を見つけてしまった。モキチは自分の妻が2、3日前から具合の悪い体であることに気づくと、 何とも言えぬ地辱と怒りを覚え、カットしながら我知らず拳を握くしめて彼の方へ突出した。しかし彼はふてぶてしくモキチを見上げ、あざけるように角唇を反らせながら、さあどうにでもしてみろというように一歩前へ遠出した。モキチは胸を大きく波打たせ、剥き出された目で相手を鋭く睨みつけていたが、やがてくるりとキビを返し、逃げるように裏手へ出て行ってしまった。 食事休みの時、モキチはそのことを仲間の者に話した。みんなは黙って聞いていたが、誰の顔にも苦しげなシワがより、汚れた者に食でもしたように唾を吐いた。キャッツは気違いだ。やがて一人が低く呟いた。そんなものを一人でこそこそ見るなんて、どういうつもりかわけが知れねえ。だが気をつけなくちゃいけねえ。キャッツはそのうちに何かしでかすぞ。 みんなでよく見張るんだ。と別のが誰の方をも見ずに言った。それから、女房たちにもキャツの側へ寄らねえように言わなくちゃいけねえ。それはお坊の軽はずみな態度を言っているのであった。もきちは重たく目を伏せながら足のつま先で地面の灰をかいていた。その夕方、仕事をしまってから彼は工場裏の自分の経営者の前へやっていった。 この頃めっきり衰弱した老刑は、自分の体に湧いた歯虫をせせる元気もなく、隅の方にじっと椅子組んで白いまぶたを閉じたり開けたりするばかりである。ここここここほらよ。彼は飯粒を投げながら呼んだ。ここここここほらよ。ここここここ。いくら投げてやっても老刑は動かない。もうほとんど死にかけているのである。彼もそのことはとっくから知っていた。実際。 物を食べなくなればそれで生物の四季が来たのだ。彼はあぐねたように体側をつき、それからドカッと腰を下ろして遠くの方を見た。よく晴れた日で荒れ地の雑草はカツカツと伸び、沼屋間が移行の水は黄昏の光をよくて鈍く光っていた。彼は両手で膝を抱え、目を眩しそうに、しかめながら遠い遠い空の彼方を見合っていた。流れる雲や風に揺れるこの葉は、 人の胸に隠れている幻想をかき立てるものだ。彼の目には数々の追憶が浮かび上がる。不思議だ。と彼は放心したように呟く。どうして、こんな遠いところへ来たんだろう。もしかしてこれが長い途方もない夢ででもあったら。女房があそこの道から野行の弁当を持ってやってくるとしたら。家には子供が待ってる、窓が待ちの壊れたところを直すはずだった。 確かそのために釘を買ってきた日だった。あの極道野郎目が、あの。彼は突然その両手で頭をつかみ、絞り出すような声でうめえた。あら、この鶏は死にそうだわ。不意に後で声がした。彼はぎょっとして振り返るとそこにお棒が立っていた。もうダメらしいわね。うん。彼は老狽しながら外向いた。 女はその横顔から目を離さずにからかうような口調で言った。どうせダメなら今のうちに潰しちゃったらどうあたしが締めてあげるよ。羽でふわふわした首をぎゅっと締めるのは良い気持ちだわ。そんな、罪なことを言うものじゃねえ、商売でもおめえ。気が弱いのねえあんた。女は目を光らせながら言った。それでよく人殺しなんかできたもんだ、ねえ。やったのは男。 それとも、おめえ何のためにそんなことを聞くんだ。そう言って彼が鋭く見上げると、女は裸の腹を波打たせながら喉で笑った。彼はその顔をしばらく見めていたが、やがて物に襲われでもしたように身震いしながら外向いた。日が暮れかかってきた、荒地にはネズミ色のユーモヤが入、沼地にはけたたましく川うの飛び立つのが見える。今夜は堀のお縁日だ。 女がしばらくして言った。みんなは行かないって言うから、あたしゃ一人で行くんだ。でも帰り道が暗くて怖いからね。しげるさんは、しげるさんは行かねえのかい。彼が恐る恐る聞いた。どうだか、あの人は行くちがなくって、飯が済めば死人のように寝てしまう、まるで年寄りみたいだから。なあ、彼ほーっと声を潜めた。 しかし喉をごくりとさせただけで後を言わなかった。女はいらだたしげに体側をついたり頭をかいたりしていたが、やがてだるそうな足取りで風呂場のある方へ立ち去った。どこからどこまでが浮気でどこからどこまでが本気か、お前と私がよく知っている。女は鼻にかかる声で歌いながら言った。その明る日の午後のことである。 もうもうと揺れ返る噴煙の中で不意に鋭く女のわめき声が聞こえた。き、この、肺炎の中を誰かが飛んでいった。どちくしょう、俺の。そういう声と同時に、どしんと誰かの倒れる響きが、ひどく迫った調子で一言二言叫ぶと、激しく咳いるのが聞こえた。そしてみんながそっちへ駆けつけたとき、ぼつんという低い、 ちょうどそれは土鍋を割るような、鈍い音に続いて、あーあああと誰かの弱く引き伸ばされた悲鳴が起こり、揺れ動く濃密な肺炎の中から一人の男がひどく咳き込みながら、ネズミのように背を丸くして裏口の方へ飛び出していくのが見えた。外へ出てからもその男のせく声は続いていたが、やがて荒れ地の方へ消えていってしまった。それは彼であった。 みんなは倒れている男を工場の外へ担ぎ出した、それはモキチだった。裸の妻は運び出される夫の血だらけの頭を、ソーツのチブサの間に強く引き締めながらゾッとするような声で泣きをめえた。草の上へ寝かされたモキチは近くを失った大きな銅鉱を見開いたまま。ああ、ああ、と地方のようにうめき続けた。逃げた彼はすぐに捕まった。 荒地の足の中に潜んでいるところを、消防組の若者たちに借り出されたのである。彼は何の抵抗もせずおとなしく縄をかけられ、そのまま駐在所へ引いて行かれた。巡査の調べに彼はこう答えたという。私は間違いをしました。私はあのメス豚の畜生をやっつけるつもりでした。なぜ女を殺す気になったのだ。あの男には何も恨みはなかったのです。 あのアマこそ。どうして女に危害を加える気になったか、彼はついに言わなかった。そして間もなく遠くの裁判所へ連れて行かれた。モキ吉は三月ばかり病院に入っていたが、彼のためにショベルで破られた頭は結局元のようにならず、病院を出てからしばらく工場主の持ち家でブラブラしていたが、やがて妻と一緒にどこかへ行ってしまった。 村の人たちはこの事件の原因を知ろうとして随分根気よく根掘り葉掘りしたが、工場の者たちはいつも黙って、灰まみれの坊主頭を横に振るばかりだった。そこで色々奥説が生まれた、途方もない常時がこね上げられたり、彼らの機械な生活の秘密がこしらえられたりして、それが真摯やかに伝わった。彼らはしかしそんな噂には関わろうともせず、 やはり黙々として肺炎の中に動き回っている。土色の濃い視界は一日中建物から溢れ出し、霧粒のように草や地面を埋めながら、チリチリと空中に舞っている。そこ本。山本周五郎全州第十八巻スマデラ付近。上中の死も、新庁舎。1983、昭和58、年6月25日発行。初出。 アサヒグラフ、1936、昭和11、年8月12日号。入力、特定非営利活動法人春風。構成、のりこサイト。2022年9月26日作成。青空文庫作成ファイル。このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫。 h t t p s w w w a o z o r a g r j p で作られました。入力、構成、制作に当たったのは、ボランティアの皆さんです。